はい、こんにちは、トールです。食事動画やですね、夕食動画を撮るのにですね、もう少しこう広く撮りたいなと思って、ソニーの12から24ミリの G マスターレンズっていうのを、今検討してるんですけれども、まあなかなかのお値段でね、まあそもそもが株でなんか儲かったりとかしてなかなか買えないんですけど、まあ買えなったとしても、本当にそれでいいのかなと思っていろいろ今日試してみて、いつも70から200の、G レンズで撮るんですけど、撮りながら、G レンズの方で撮りながらですね、キャノンの一眼じゃないっていうか、レンズ交換式じゃない方でですね、SX70HS が、そっちでですね、撮ったり、両方撮ってこう、2つ並べて撮ってるんですけど、今回はそれやめてみてですね、ちょっと離れたところから、24から 240mm の、G でも G マスターでもね、普通のレンズがあるんですけど、それ最初に買ったやつなんですかね、カメラと一緒に。それと、その組み合わせのみでですね、離れたところから 50mm で撮ってみたり、近くから 24mm で、撮ってみたり、してみました。まあ、ファインダー越し見てる分にはね、ちょっと遠すぎるかなっていう感じはしたんですけど、どうだろう。まあ、確かにちょっと離れすぎてるような気もするんですけど、やっぱファインダー越し見るのとやっぱイメージが違いますね。だいぶ見切れてるようには見えてたんですけど、ちゃんと入ってるね。やっぱり見え方が違うかな。でですね、今そのさっき言ったレンズと比べてですね、レンズ自体の長さがその1224の GM なんですけど、約2ミリほどレンズ自体の長さが長いということでですね、それを考えてみるとどうなんだろうかな。至近距離から、至近距離というか近づくつけた状態から、2センチ違うから、ミリで言ったら20ミリだから、まあ、近づけた状態が12ミリで撮るぐらいがちょうどいいのかなと、今回その、近づけて撮ってみ、24ミリで近くから撮ってみた感じからして、こう、そう思いましたかね。思いましたね。まあ、今一つですね、予想しているというか、まあ、それを予想してですね、ちょっと買ってない、まあ、理由の一つとしましてはですね、まあ、買いにくいというのかですね、保留している理由というのか、さっき言ってた12から24の G マスターなんですけど、もうだいたい3年以上前にもう発売されているレンズなんで、ひょっとしたら今年中か来年ぐらいにはその G マスターで、G マスターをさらに、じゃあ G マスターのさらに上とかできるかどうかわかんないんだけど、さらにいいレンズができるかもしれないから、ちょっとそれを待ってみるのもいいかなというのも思ってます。まあ、あとね、ソニー以外どうなのかなっていうのも思うんですが、ソニーが結構動画に強いということで、ソニーを選んでるんですけど、まあ、ちょっとあと気になるものとしては、ハステルブラッドっていうところと、なんだっけ。なんちゃらフラット、名前忘れちゃった。数百万するカメラで、まあ、それはさすがに無理だと思うんですけど、まあ、いけそうなところでもハッセルブラッドとか、まあ、ハッセルブラッドも結構するけどね、まあ、そんな感じですね。まあ、G マスター自分には、まあ、やってそこまで十分かな、もうそれ以上お金かけてもなっていうのもあるんですけど、まあ、正直ね、まあ、動画自体も質もあるんですけど、まあ、せっかく撮った動画なんでね、残しておきたい、こうやって動画にするだけじゃなくて、元のね、撮影したデータなんですけど、残しておきたいっていうのもあるんですけども、なかなかね、容量がね、困ってしまって、ボンボンそのハードディスク買うのも、スペースもあるし、お金もあるしね、難しいんですけどね。で、そこでですね、そのまんまもう撮った動画をそのまんま上げてですね、消そうかなとも思ったんですけど、それだとあまりにも時間かかりすぎるし、クオリティとしてもどうかなと思って、
今ここで使ってるパソコンの容量もなくなってきちゃった関係で、あちこち消しちゃってダウンロードしたりとかも全部あこれ消しちゃう軽くなるじゃんと思ってアホみたいに全部ババッと消しちゃって、せっかく作ったオープニング動画とかの音楽とかも全部一旦消してしまってですね、オープニング動画とかまた撮るモチベが湧かなくてもうそのままやってます。もうちょっとその意味ではちょっとクオリティ落ちかもしれないですけどもね、ご視聴いただけたらと思います。引き続き動画の方をお楽しみください。